日本の運転免許第2週運転免許第2週運転免許とは、日本の道路交通法上の免許区分の一つ。バスや、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため、運転しようとする場合や、運転代行の業務として、顧客の普通自動車を運転する場合、すなわち旅客運送契約遂行として、自動車を運転する場合に必要な、運転免許証である。 1956年8月1日から施行された。バスやタクシーの車両を運転する場合でも、車両の改装や、試運転等であって、旅客運送運転に当たらない運転に限り、第一週運転免許で運転することができる。また、学校や会社や、団体や、個人などが所有している白ナンバーの自家用バスは、旅客自動車運送事業のように供される自動車では、 ないため、他人が乗っていても、第一週運転免許で運転することができるが、会社や学校の内規で日新免許を必須としているところがある。ただし、旅客自動車運送事業の定義から、これらの運送に対する対価を受けることはできない。なお、旅客運送運転に関する従来の規定とは、無関係に自動車運転代工業の業務の適正化に関する、 法律に規定する自動車運転代行業として、代行運転普通自動車を運転する場合は、普通に種免許、またはその上位免許を受けなければならない。道路交通法における区分の格としては、第一種運転免許と並列であるが、運転可能範囲がより広範で、取得要件も厳しくなるため一般には、格上の免許と認識される。同法第84条。 第2項では、まずこの第2種運転免許が区分の正式名称として定められ、第2種免許がその略称として規定されている。社会一般では2種免許などの略称が多く用いられる。運輸業の貨物自動車のうち、貨物自動車運送事業に供する自動車は緑ナンバーを付けているが、旅客運送運転ではないので、第1種運転免許で運転することができる。 さらに、福祉優勝運送ほか自家用優勝旅客運送に共用する自動車は、旅客自動車運送事業に共用する自動車ではないという解釈により、今日として他人の需要に応じ、優勝で自動車を使用して旅客を運送している場合であるが、自家用優勝旅客運送認定講習を受けていれば、第一種運転免許でも運転することができる。道路交通法では、 第84条第4項でまず正式名称が規定され、続いてその略称が規定されている。運転範囲を定めた第85条の表で略称が用いられているため、警察、運転免許試験上の広報文書、案内表示、社会一般の表記では略称が主として用いられることが多い。また、台を省いたり、第2章を統治した。 簡略表記も一般に使用される。また、権威は、免許表記上も正式名称である。順中型自動車独自の第二種免許は存在しない。核免許の受験資格は以下のようになっている。乗客の生命を預かるという観点から、特に運転免許試験上においての技能試験の合否、採点基準は、第一種免許に比べて非常に厳しく、 合格率はおおよそ10%程度である。さらに初受験で合格する確率は極めて低いとされる。大型、第2種免許用の教習者中型第2種免許用の、教習者大型特殊自動車、第2種免許及び牽員第2種免許については、道路交通法施行規則に教習に関する規定がなく、指定自動車教習所での教習や、機能検定は行われていない。 そのため、運転免許試験場においての技能試験に合格しなければ取得できない。ありがとうございます。